それでは今日のラッキードールは日立竹人形。日立竹人形とは日本古来の美を誇る竹を用い、独自の工法でさまざまな人形を手作りしたものです。竹の産地として有名な茨城県ですが、黄門様の名で親しまれる二代藩主徳川光圀公が竹の栽培を保護奨励したために、茨城県が竹の産地として有名になったんですよ。日立竹人形は生産量でも全国3位のマダケをはじめ、孟宗竹、門竹、黒竹、虎竹、鈴竹などさまざまな種類の竹を材料にしています。その竹を材料に、福井県で越前竹人形作りを修行した作者が独自の技法を加えて創作しました。竹の素材を生かした素朴な人形は、郷土人形から能人形、歌舞伎人形に至るまで全て手で作られています。竹人形の製作は、油抜きをしたさらし竹を 2,3 年もの間自然乾燥させ、部品を作ってから竹釘などで組み立てます。色付け、文様付けは竹の表皮を削ったり、表皮に彫りを入れてから行うことで色が染み込みやすくしています。あらゆる種類の竹の特質を飲み込んだ上で、その竹の持つ味わいや曲線を人形全体の情感として表現することや、直線の竹で女らしさを表すのにとっても苦労するそうなんです。竹の表皮を削ってつける文様は、時の流れとともに素晴らしい色艶に変化するんですよ。人形の種類には、能や歌舞伎を題材にとり、極めて詳しく細かい作りを見せているものや、ご当地ものの黄門人形や梅娘人形など、他にも毎年干支にちなんだ可愛らしい動物も作られているそうです。さて、今日日立竹人形工房に行ったあなたは、精巧に作られ味わい深い雰囲気の上に、にじみ出る可愛さにメロメロになっちゃうかも。茨城。